田中雅宏日米通算197勝このニュースを目にし200勝へと近づく田中の偉業に喜びを感じるとともにある記憶がよみがえった今からちょうど9年前の話になる2014年8月下旬ヤンキース田中は右ひじじ帯損傷から復帰を目指す過程にいた負傷でも神対応写真大谷頼むサインをくれ アウェーでもファン殺到。そんな中、大谷は、あるチームのユニフォームを着た少年に駆け寄った、バレーガールも熱烈応援、全米ファンからも愛されすぎな日常を見る田中は7月上旬に右肘の異常を訴え、要、トミー・ジョン手術の診断結果を受けた。その後、セカンド・サード・オピニオンを仰ぎ、PRP ・多決勝・板決勝、両方を選択。 9月メジャー復帰のプランを掲げていた。当時の狙いは15年シーズンからの完全復帰だったが、そのためには現状を把握し、現在地を知ることが重要だった。戦いの場に戻るプロセス、メジャーの試合で投げることで得る有形無形の財産を翌年へとつなげたい。チーム首脳と田中はそう考えていた。しかし、思うように進まない調整に表情を曇らせた。 4年8月28日、デトロイト。負傷後初めて打者相手に投げた実践練習後、彼はこう言った。すべてのボールが全然、何も良くなかった。まだとてもじゃいないけど、メジャーの試合で投げられるとは思っていません。このとき、意味は2つあると感じた。6週間もの間のスローを命じられた体は、まだ投げるための準備が整っていない。そしてもう1つ。 新たに取り組んでいる右ひじに負担をかけない投球フォームの習得もまだ程遠い状態。それは彼のこんな言葉から伺えた僕が変えていこうとしてやってる部分なんで変わってしまうっていうのは自分が意図してない部分でやってることなんで僕は変えていってるから他のところが変わっていくのは当然だと思いますしその中でいいものを見つけて僕は投げていくだけだと思います。 会えるこの言葉を聞き彼がなぜトミー・ジョン手術を選択しなかったのか合点が入った自分の頭の中にあった情報が点と線でつながった瞬間だった週間前田中は来る日も来る日も炎天下のヤンキースタジアムで走り込みを続けていたその練習をラリー・ロスチャイルド投手コーチが見守っていた日本報道陣からロスチャ と呼ばれ親しまれていたベテランコーチは、レーズの前身、タンパベイ・デビル・レーズの初代監督を務めた経歴もあった。そのロスチャとはどういうわけか、ヤンキースタジアムからキロへ着くサブウェイ、ニューヨーク4番線、で一緒になることが多かった。当時60歳だった彼と50歳の筆者は3人の子を持つ父親であり、米国のとてつもなく高い大学費用を負担する親父として、 苦労する、境遇が一致していることが判明。息統合するようになったある日、地下鉄に揺れながら野球の話をしてくれた。これからのマサ、田中は全力で投げる必要はないと私は思っている。彼の豊富な球種、請球力があれば96、97マイル、約15万4156キロはいらない。速球のアベレージは92。 93マイル、約14万8150キロで十分だ。彼にはその球速でも抑えられる請求力、スライダースプリットのクオリティがある。